tell me now what's the deal? Cause you've been giving me chills like. Turn me up, yeah, for real. Girl like, bang, give me the chills like. You cold, yeah, you know, eh. Shivering, blistering, whispering to me. Everybody been whispering. I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match cause they were handed down to me. But I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. Chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time to ride it. I'm young, I'm free, can't nobody take. Prove to me, yeah, that rising to the top was my destiny. Yeah. And you can see whatever from behind me, but I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Close to make the man, but that boy that's gonna kill you.後で聞けばいい。久しぶり。
いいよ、いい感じ。机を おはようございます。急にこの部屋の配置が気に入らなくなった人が一人ここにいます。よし、look when no one else can see.
模様替えしてみました。こんな感じになりました。ソファーを窓側に置いて、ちょっとダクトレールでこのダイニングテーブルの上の照明を少し内側に寄せて、テーブルの位置を若干変えました。あとは鏡の位置をこっち側に持ってきました。まあ、結構部屋広く感じるね。でもこの配置にするとちょっとあのコーヒーテーブルが欲しくなります。まあまた模様替えすると思うんですけど、今このちょっと配置替えした状態で少しばらく過ごしてみたいと思います。プチ模様替えが終わったので、ついでといってはなんですが、最近少し追加で購入したものがあるので紹介していきたいと思います。まずはこちら、 IKEA で購入した高さが出るプランター置きです。なんかちょっと足が曲がっちゃってるんですけど、こうやってミニプランターだったり花瓶を高さを出して置けるので結構便利で、全部こう植物を直置きするよりこういう風に高さを出した方が空間に奥行きが出るし、のっぺりしないのでいいなと思って気に入ってます。あとは混乱ショップでまた新たに花瓶を購入したんですけど、こちらこのちょっとぽってりとした透明の花瓶を購入しました。この USM ボードの上に今まではもう少し大きいタイプの花瓶を置いてて、そこに枝物を挿していたと思うんですけど、花とかはちょっと長さが足りなくて刺せなかったんですね。でもこのボードの上に枝物を置きたい日もあれば花も置きたい日もあるよねっていうことで、その時のお花屋さんで気に入ったものを購入して刺せるように、小さいタイプのものも購入しました。こういう透明の存在感のある花瓶は混乱ショップが、センスのいいものを置いていることが多いので、大きい花瓶が欲しいなって思うときは混乱ショップに見に行くことが多いです。で次はお家にどんどんこう観葉植物が増えてきて、虫対策どうしてますかっていう質問が時々いただくんですけれども、最近まで全く虫はいなかったんですけど、この鉢のここの部分にココナッツファイバーを敷いていたら、その下にすごくなんか虫がたくさんいてびっくりして、全部その虫は排除したんですけれども、小映えって言うんですかね、小さい虫に怖くなってしまって、でそれでココナッツファイバーをやめて、ここの土の表面にこの室内向け観葉多肉の土っていう、ちょっと虫が湧きにくいっていう土を購入して、中はこんな感じで、なんか土というかなんか結構サラサラした軽石みたいな感じで、これを引いてその上にこの土に巻くだけ虫退治っていうのを少しかけたら、だいぶ、小さい虫はいなくなりました。であとはちょっと虫が怖すぎてアマゾンでいっぱい頼んだんですけど、この虫をこうおびき寄せてここで捕獲する機械みたいなのも購入したんですけど、これ結構良くて、よくよく覗くと中にこういっぱい虫が捕まってます。ちょっと存在感を消すように、植物の後ろなどに置いて、そんな感じです。Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve 'em. No, that don't mean money will solve 'em. Woke up dreaming of the commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it do it for my mama. Ain't with the fake, never with the drama. She said that I'm naked, now I gotta honor. 今日はこれで遊びます。で。コロコロすんのね、このちょっと帽子整えてあげて、
ルール説明するね、はい。まあ、ルールっていうほどでもないんだけど、見たらわかると思うんだけど、これグラグラするじゃない、乗せるだけでしょ。そう、交互にこのね、缶の積み木があるから、これを乗せてって崩した方が負け。ケーキとパイとクロワッサンがあって、これをトレーの上に積み重ねていく。どっちにしよう、先行後攻。じゃあ後攻で。後攻ね、はい、皿洗いね。皿洗い。え、なんかすごい攻める。立てかける戦略、それ大丈夫？大丈夫？うわ、その絶妙な感じ。落ちたら負けでしょ。落ちたら負けでしょ。嘘だよ、落ちたら負け。落とすためにこうやって。性格が。待って待って待って。掴みました。皿洗い決定だからね。いやでもそしたらちょっとモチベーション的にやっぱ、じゃあ2日分の皿洗いをかけようか、うん、最初グーじゃんけんぽい先行で、はい、パン屋さんにあったこれで2日間これ2日間だよ。